ベントレイモーターズが販売するクーペタイプの高級車である。1991年から2002年まで販売され、当時ベントレイで最もパワフルで最も高価なモデルであった。このモデルは1965年のベントレイ S タイプ以来、久々のロールスロイスと共有されない独自のモデルである。また初めて g m 製4リットル80。 e ートランスミッションを採用したモデルでもある。1995年、コンバーチブルバージョンのベントレイアズールが登場した。1984年、ベントレイはサロンアンテルナショナルドロトで、プロジェクト90というコンセプトカーを発表した。熱烈な歓迎によりコンチネンタル R として開発し1991年から生産することとなった。 ベントレーターボ R のフロアをベースに、クーペボディが搭載された。1991年、サロンアンテルナショナルドロトでコンチネンタルは発表され、ブルネイ国王がその場で、ショーカーを購入した。コンチネンタルの名称は、戦後のベントレーコンチネンタルを由来とする。R は1950年代のタイプ R や、1980年代のターボ R を想起させる。 ボディは、ジョン・ヘファーマンとケン・グリーン・リーによりデザインされ、その他のモデルにも展開された。ロールス・ロイスの平らな面とは、対照的に、わずかに湾曲した面が与えられた。0.465の CD 値自体は平凡だったが、それ以前のベントレーよりは大幅に改善された。コンチネンタル・ R は、サッシュレスドア、後部の微妙なスポイラー効果、18インの、 アロイホイールを特色とした。コンチネンタル R には、ベントレーターボ R の、ギャレットやリサーチセーターボチャージャーツ記録点75リットルエンジンが、搭載された。最高出力は2 4 2ット、最大トルクは 610Nm であったが、ロールスロイスは公式には、数値の提供を拒否した。新しい g m 製4リットル 80E オートマチックトランスミッションを採用し、 前輪は、ベンチレーテッドディスクブレーキを搭載した。最高速度は、時速2 3 3トル0から60 6 0アワーは6.6秒であった。1992年当時のアメリカでの価格は27万1780ドルであった。コンチネンタル S はインタークーラーが追加された、限定版のパフォーマンスモデルで、 1994年から1995年にかけて生産された。わずか37台が生産された後、コンチネンタル R にもインタークラーが搭載された。コンチネンタル R マリナーはサロンアンテルナショナルドロトで発表され、1999年3月から提供された。コンチネンタル R マリナーには最も強力なエンジンが搭載された。 このエンジンの最高出力は 313kW で、最大トルクは 881nm である。最高速度は時速 274km に達した。ハイパフォーマンスなベントレーコンチネンタル T は、コンチネンタルシリーズにスポーティーなハンドリングとハイパワーをもたらした。ベントレーコンチネンタル T の最大トルクは 800nm で、 1997年からは 881NM となった。コンチネンタル T は2プラス2クーペとして開発され、よりスポーティーな外見を得るためホイールベースは10センチメートル縮められ、前後のホイールアーチは拡大された。インテリアはコンチネンタル R のウッド仕上げとは対照的にクローム仕上げとなる。コンチネンタル T のエンジンはプッシュボタンにより始動する。 1999年、ベントレーコンチネンタル T マリナーが登場した。ハンドリングを向上させるためにショックアブソーバーが変更されたほか、固めのトーションバーが導入された。1999年、コンチネンタル SC セダン化が73台限定で生産された。コンチネンタル T をベースに脱着可能なグラスサンルーフが搭載された。オーナーの一人として、 プロボクサーのマイク・タイソンがいる。ありがとうございます。